どうも、エルザです。それでは、ポケットモンスター、ソードシールドやっていきたいと思います。今回はダウンロードコンテンツですね。鎧島ですね、の方のダウンロードクエスト来たので、そちらの方していこうかなと思います。鎧パスですね。鎧島に行くためのパスもちゃんといただけましたので、こちら使っていこうかなと。ただね、今回、ブラシータウンとか、駅の方でまだイベントを終わらせてなくてですね。まあ、何のイベントかって言われたら、初めて会う時なんですけどね。ソードなんで、この女性か。名前何なんだろう。鎧パスはお持ちでしょうか。あは、もちろん、しっかり持ってるんだから。やばそうやな。なんかやばそうやな。確認しますね。ああ、そうそう。ヤドン、ヤドン。このイベントしてなくて。ちょっとね。まあ、あえて取っといたっていう感じなんですけどね。さあ、ヤドン。乗り継いできたってどういうこと？乗れるの？じゃあ、ゲットしましょっかね。いやー。じゃあ、使いまーす。さあ、勝負？まあ、持ってるんだけど、捕まえようかね。自分用でね。いやー、にしても、宿も宿で可愛いよね。さあ、レベル中に。さすがに、それは可哀想。んじゃ。おあ、これ、確定演出なのかな？あまりにも、イベント戦すぎて。ま、クリティカル出たんでね。気持ちよくゲットと。ありがとう。おかげさまで快適なスペースが保たれたよ。キャッ、すごい。なんかあざといな。君の宿の捕め方はとてもかっこよかったよ。あ、お待たせしてすみません。お客様の鎧パス、確認できました。鎧島行きの列車にお乗りください。途中乗り継ぎがあるのでご注意くださいね。はーい。私はこれから鎧島ってところで珍しいポケモン捕まえたり修行したりするの。また会えたら会おうね。それじゃあ、バイバーイ。なんか毒とかそっち系。でも羽は蝶々だとかフェアリーかな。全然ね、情報仕入れてなくて。皆無なんで。まあ、行きましょう。おや、それは鎧パス。鎧パスをお持ちでしたら鎧島に行くことができますわ。本日はどちら行かれますか？鎧島。行こう行こう。え？アーマーが、タクシー乗るの？もう別の島、あー、やっぱ別の島か。おー。鎧島。結構大きいね。思ってたより大きい。もしかしてあなた鎧島初めて？私はこの島でポケモンの生態を研究している。この島のポケモンを登録できるようにあなたのポケモン図鑑をアップデートしてあげるわ。さあアップデートして。鎧島図鑑の項目が追加された。ほう。ポケモンを捕まえたら店に来てね。あ、じゃあ。ってことは？あー、別。なるほど。メタモンが最後なんだ。あー、メタモン出るんだね。あら。お兄さん。この島の道場に今日から入門するんだけど、変な人が駅の前にいて駅から出にくいんだよね。変な人。あは、いたーって。あー、やっぱ変な人だね。
待ち合わせ時間ぴったり、若いのにしっかりしてる。あれ、私と君ってどっかで会ったことある？まあさっき会いましたね。私はクララ。クララ。クララ。クララが立った。マジか。クララって名前なんだ。さあ、君の先輩だよ。いや、人違いでは。もう君が今日から入るマスター道場の話。え？道場？あれ？うちもしかして年下におちょくられてるっぽい。そんな顔して言う。超絶パーフェクトにプリティーなクララちゃんが。まず勝負で実力してもらおうかな。じゃあ外で待ってるか、準備ができたら来てね。メリオのミステラ。やべえ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 。先輩激おこやな。まあでも、そうやね。とりあえず。いやー、とりあえず、そうだね。とりあえず、いろいろしてた最中だったんで。まあ、エースバイネバどうにかなるっしょ。じゃ、先輩。あれ？おー、広い。しかも柱が立ってたね。あ、意外と柱立ってるね。あは、君、鎧島初めてっぽいね。いろいろ見て回りたくて、うずうずしてるんだろうけど、まずは力試しだよ。私がマスター道場の先輩として、君の強さ確かめちゃう。お手柔らかによろしく。やべえな、こいつ。さあ、ポケモントレーナーのクララが勝負を仕掛けてきた。めっちゃボタンを押してる。いや、都合がいい。力試しだから軽くね、軽く乗しちゃうね。んじゃ乗してやるか。あ、そうだった、ムービー飛ばしてたね。バンバン戻しときましょう、また次回のために。ヤドンか。あ、ヤドンは出てくるんだね。まあ、エスパーっぽいけど。さあ、内側追い詰められてる。どういうこと？ありえなくね？さあ、ヤドン。やっぱエスパーだけか。まあ、様子見てみよう。そんな強いことないだろうけどね。あ、それなりに硬いね。まあ、次だね。私の毒でクラクラしちゃってね。毒？さあ、初めてのダメージは確かにプレゼントだよ。んじゃ、そのまま終わらせようか。当たらない！マジか。サンダーさん？あー、まあ、あと1回かな。あ、大丈夫か。さあ、効果抜群。次のポケメンでギッタギタにいて、あれ？いなくね？顔と言葉がね。え、無理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 。あ、ありえなくない？おいおい、やべえぞ、こいつはよ。こんな強いの道場に来ちまったら、うちの強さが霞んじまった。追い返していけよ、向かい頼まれちまってるし。まあ、先輩、ちゃんとね。私、ちーとも本気じゃなかったけど、君なかなかやるね。あのチャンピオン、ダンでも学んだ。イニシャル道場で、君くらいの強さだとやっていけないんじゃないかな。だから、向こうにはマスター道場に立ち寄らず、観光だけして帰っちゃった。まあ、よっぽど来てほしくないんだな。これあげるからね。おしゃれカード。ほう。持っているとブティックで買える品物が増える。ヘアサロンでは餌、髪型増えるの？同様で全然喋れてなかったけど。へえ。
永遠にって、はあ。へえ、こんな感じか。とりあえず、あの道場に最初向かう感じかな。あ、ドヒドイで。あ、マジか。出るのか。おぉ、ノーマルタイプ。まあ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 。ちょっとじゃあ移動していきましょうかね。探索しながら。はい、ということで、ですね、ちょっと、ストーリー進む前に、島の方をね、いろいろと探索してきました。せっかくなんで。まあいろいろ捕まえたポケモンとかいるんですが、まあそれは小出しにしていきながらやっていこうかなと思います。とりあえず、ストーリー進めていきますか。なんだかんだね、寄り道しまくってたんで、ゼラオラのイベントとかね、今あったんで、ちょっとそちら集中してましたね。ん？で？全く同じこと言ってるわ。で？で？で？あ、リグダだ。へぇー。ああ、リグだ。こんなところにいたのか。ほう。こいつめ、心配したんだぞ。デン。あ、デンって言うんだ。私のリグダを見つけてくださってありがとう。へぇー。リグダ、アローラ。そうだね、アローラ？おぉ、まさかこんなところで知ってる方とあれやるなんて。そうだね、アローラの姿だよね。そう、おっしゃる通り、アローラ地方のリグダです。アローラに旅した時に、この三本ヘアに、そうだね。なかなかいいヘアするからね。この、心を奪われまして、いっぱい捕まえて帰ってきたんですが、目を離した隙にみんなどっか行ってしまいました。リグリ？へぇ、リグリって言うんだ。しかし、地中に埋まったディグダを探し当てるとは、あなたはディグダを見つける才能がありますよ。よろしければ他のディグダも探してもらえませんか？へぇ、そんなイベントあるんだ。あー、じゃあまあせっかくなんで。はい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 。あ ?150? それ、100、このポケモン入れて151匹で、1匹って言うと初代だよね。いや、マジか、すげえな。声かけてください。いやー、やべえな。あ、ちなみにちょっとオシャレパス使って衣装変えてきました。ちょっとドレスってかね、夏っぽい感じで。あっち行きてえな。何が出てるんかな。じゃあちょっと行きますか。ポケモンもね、ちょっとね、いろいろ捕まえたいんですけど、ウオノラゴンで、ちょっと構えとこっかな。あら、それじゃ、新人ちゃん帰っちゃったの？そうっぽいです。お迎えはちゃんとしたんですけどね。私との勝負の後、突然いなくなっちゃって。せっかく家族が増えると思ってたのにね。残念ね。あら。ん？いけーって、すげー顔やな。もしかして、あんたが今日から道場に来てくれる新人ちゃんね。人違いです。マジで人違いだね。そうそうそうなんです。やだ、この子ったら気が変わったの？でも、また会えて、クララとっても嬉しい。絶対嬉しくないよね。私も会えてて嬉しいよ。あんた名前は確か、エルザです。エルザ。あー、うん。名前言っちゃおこう。エルザちゃんだね。ん？新人ちゃん、そんな名前だっけ？いや、絶対違うと思う。私はここマスター道場でおかみやってるミツバ。はぁ、あ、ミツバさんね。気軽におかみさんって呼んどくれ。キー、なんでいんの？なんで来てんだよ、おい。な、クララちゃんは意外といいキャラしてるね。すっげえ、めっちゃ見てるしな、主人公。うちの嘘がバレちまうぞ。もう知ってると思うけど、このちょっと変なのはクララ。ジムリーダー目指して、うちで修行してるのさ。ジムリーダー目指してたんだね。二人とも仲良くするんだよ。やは、よろしくね。あ、やだよ。あたしったら、なんかあった？遠くからいらっしゃるお客様、いつまでも外にいさせちゃって、ちょっと汗臭いかもだけど、どうぞ中に入ってください。あー、でも道場っていうくらいだからね。
じゅわったからね。じゅわってないよ、じゅわって。毒で溶かすってことかな。さあ、ちょっとじゅわってされる前に行きますか。さあ、入りましょう。頼もう。お、いっぱいいるね。まあでも、ダンデが育てられた師匠って言われればこれだけ揃うよね。みんな聞いて、新人ちゃんの紹介だよ。これからみんなと一緒に修行に励む、エルザちゃんだよ。よろしくね。ボス、よろしくお願いします。いやー、暑苦しいね。みんな真面目で努力家の門下生ばかりだよ。門下生リストに存在しない人物、発見。ああ、やっぱよくわかってるね。あら、珍しい。あんたがお出迎えなんて。この子、ハイド。ああ、ラルカンシエルの。わかるかな？ラルクのね、ハイドさん。ああ、私の一人息子さ。あなた、イレギュラー。これ試してみて。試す？経験のお守り。はいはい。持っているとポケモンが得られる経験値が増える。機械のようなものが入る。すごい。あ、じゃあこれ育てやすくなるんだね。僕が作ったテクノロジーが中に入ってるから、開けて壊さないでね。了解です。開けません。そんなハイドさんの頼みはちゃんと聞きます。はい。手先が器用でいろんなものを作る。へえ、自慢の子なの。そして奥の男の前が、私のダーリン。え？師匠。ダーリン？ダーリン？ダーリン？そうか。そうか。わしちゃんマスタード、ポケモンめっちゃ強いよ。あー、見た目と裏腹にだいぶあれだね、言葉は若いね。これからヨロピクね。あ、絶対影響されてきな。どうしよう。ヨロピク？優しい子だね、いい子だね。普段ポケーとしてるけど、本気出したらすごい人だから。あ、それじゃあダーリン、あとは頼んだよ。イエーイ、とりあえず、チミの力を貯めてみたし、見たいし、ほう。手始めに、ワシちゃんとポケモン勝負しまおうか。いきなり？準備ができたら声かけてね。いいんですか、師匠。ダンデを倒した男ですよ。さあ、準備 OK、OK。じゃあ始めちゃおう。チミのこといっぱい教えてね。あ、音楽もそれっぽいね。さあ、何を出してくるかな。補助風。格闘系か。じゃあ、ウオノラゴン。イエーイ、チミの最高の戦い見せてちょうだいね、と。エラ神。ごめんね、属性関係なしにちょっと潰しにかかるね。さあ、コリンクだけど、ま、このままでいこうか。よく待って、わしちゃん、ゾックゾック。絶対ふざけてるよね。さあ、コリンク、威嚇、攻撃力下がった。まあ、どんくらい削れるかな。あ、やっぱ一撃だよね。そうだね、コリンク出てくるんだね。可愛いからね。期待以上だね。そしてしっかりカツアゲする。ああ、負けちまった。チミ強いね。本気で師匠ではないと言え、あの新人勝った。やっぱ勝つのが珍しいんだ。一体何者っす？チャンピオンです。一応チャンピオンとして君臨してるからね。チミの戦い方からポケモンに対する思いやりを感じちゃうね。勘違いできたとしてもチミに学べきがあるなら、マスター上場はいつでもウェルカムだよ。あー、分かってるんだよ、よくね。改めてみんなと一緒に強くなろう。よろぴくね。てなわけで道着セットあげちゃう。あ、へえ、衣装がもらえるんだ。あ、早速着替えたね。あ、髪型も変わってる。あ、可愛い感じだね。
この服をキラバチンをマスター道場の一員ね。あ、新人さん。着替えたり休みたいときはあそこの部屋を使っていいですよ。あ、へえ。ポケモンセンターないなと思ったらそういうことか。さて、エルザチンが来てくれて道場の店員も揃ったし、エルザチン。これからみんなには3つの修行をしてもらう。ほう、3つの修行。この道場店員あったの？3つの修行をすべてクリアした1人は手にすれば勝利をまとえる道場秘伝の鎧。へえ、授けてくれるんだ。秘伝の鎧か。絶対欲しいっす。いいね、いいね。まず1つ目の修行については説明するよん。私まだ道着セットもらってない。あら、その子にだけずるい。クララ悲しい。お前全面的に出してきたな。あら、そうだったっけな。ごめんごめんご。じゃあもう1着あるから、クララちゃんにもあげちゃおう。あ、ごねとく。ドーン。誰誰、何今の。でない、私の道着セットがなくなってる。あ、ヤドンか。ドンキじゃないよね、ドヤーだよね。今の気、まさかあのヤドンが。あんな狭いヤドン見たことないっす。へえ。どう？どうやん？やっぱ逃げるよね。にゃーんって、なんか可愛いな。またんかい。ちょっとボールから出すの早かったかもね。あー、なるほどね。師匠、今のは一体？これこそ、一つ目の修行。え、わしちゃんが座りたい。早いヤドン3匹を追いかけるべし。あーんと倒すべし。あ、ボッコボコにしていいわけね。ついでに、クララチンの道着セット取り返しちゃって、と。だね。そんじゃそんな感じで、よろぴくねー。でも師匠ふざけた感じでめっちゃ強いんだろうな、最終的にはね。あ、いた口塞がんねえ。ということで、戻ろっか。はい、戻ります。ごめんね、師匠。もうこれがいいんだ。さあ、そうだね。これでよしということで、ヤドンを追いかけようかなと思います。お、すげえ、なんこれ。ハイドさん、何作ってるの？う動作停止。あー、ワットが足りないのか。え、ワットあげようか。ガラクタで作られたポケモン型の機械。その子気になる。いや、気になる、気になる。あなたは分かってるね。それ、世紀の大発明。うろぼ。言いにくいなぁ。ワットさえあればね。ワットか。はい、あげるあげる。全然あげる。できるよね。できるよ。もらった恩は返さないとね。注入。うふ、パーフェクト。お前、ちょっとオカマ苦笑になるんだね。いらない道具を4つ入れると、新たな道具が1つ出てくる。はぁ。ボングリッドの4つ入れると、ごく稀に珍しいモンスターができるか。あ、ガンデツさん式。はぁ。合成。え、あったっけ？んじゃ、ね、よっぷ、リリバ、タラップ、さっきなんかあったけど、まあ、リュガ飲みに行きますか。はい、どうぞ。せっかくなんでね。合成完了。出し方。お、波動弾、ありがとうございます。
ルカリオ好きとしては、嬉しい限り。あ、ぜひぜひ。あれ？まあいいや。レシピか。ちょっと待って、レシピがあると？あ、ボングリとかこの辺りもね。あ、レシピ通り作れるかって言われるとそういうわけではないんだね。一つ目の修行は、早い宿の3匹追いかけることを。せっかくだから道具セット取り戻してあげてね。なんだかんだスイッチ持ってるんだね。はい、あれ、ごめんなさいね。あ、ダメ。一応ポケモンしてるんだね、ちゃんとね。師匠やっぱ結構すごい人なんだね。まあ、ポケモンこんな感じだし。まあ、安心はしときますわ。こっちなんかあるかな？特になし。んー、じゃあ、とりあえず、ヤドンを追いかける感じかな？かわいいなぁ。いやー、かわいい。マジでかわいい。タタタタタタタ。ぽよよんぽよよんって感じだね。じゃあ、追っかけましょっかねー。その前に。あー、はいはい。自転車ね、色変えてこんな感じになってます。ブラックですね。じゃあ、ヤドンちゃん、探し行きましょう。お、めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってる。やばいやばいやばい。よし。待て、ヤドン！ヤドン！おお、早い！マジで？あー、違う！マジで？ちょっとさ、早すぎね？先回りして、ここ！よーし！あ、早いヤドンだ。倒して道具セットを手に入れよう。さあ、倒すことが目的らしいんで、エラ紙。カプッとね。さあ、持ってるかな。いや、あ、道具ジャケット。なるほど。なるほど。お前ら、綺麗に分けて持ってるんだな。ルートとしてはここだ。よし、さあ、早い宿ね。さあ、二人目もエラ紙カプッとね。まあ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 、どう？ってことで T シャツ。さあ、あと一匹。見た感じ。お。君もね、もう捕まえてるからね。でもびっくりするな、やっぱ見るとね。行った！ぐるーっと回って。ここじゃない？ちょっと待った！思ったより思ったより通り過ぎた。さあ、3体目。まあ、一応なんだかんだね、ちょっとクララちゃんのためにやりますか。んじゃ。はみはみ。さあ、ゲット。ということで、ドギルグローブとレッグを手に入れた。じゃあ、師匠に報告行きましょうか。おー。さあさあ、師匠にね。
まあね、何かとクラちゃん、まあ憎めない感じではあるからね。さあ、戻ってきました。あら、なんか話してるね。あら、エルザちゃん、お帰りなさーい。君いますか？私の道着全部。一人で取り戻したっていうの。返すね。道着セットを返した。あ、ありがとう。おめでとん、エルザチン。その言い方めっちゃ喋りにき。一つ目の修行は文句なしのクリアだよん。一人で早い宿を3匹とも採用したとは、ダンデチン以来初めてかも。チームたちも宿に追いつけたのに倒せなかった。惜しかったね。あ、倒せるかどうかなんだね。しょうがない。宿に一度でも追いつけた人はクリア。今回エルザチンが凄すぎたから特別だよん。敗者復活チャンスちゃん。おお、なんと寛大な。どっちにしろ私はダメだった。やっぱそういうのもいるか。そういえばミツバチ、あの子たちは？あ、そうだったね、ダーリン。おいで、ゼニガメチン。え？不思議ダネチン。マジで？あー、めっちゃ不思議ダネが可愛い。滴り。は、ネハール。そんな鳴き声なの？みんなでお世話してるゼニガメと不思議だね。この子らあんたの強さ興味津々みたいでね。どっちかもらってちょうだい。ちなみにこの子たちは特別な育て方してるから、進化すると巨大マックスができる。おー、マジか。うわ、マジで？どっち？マジか。昔はゼニガメ好きだったんだけど、ごめん。今回不思議だねで行くわ。ぐんぐん。もちろん、不思議な絵でいこう。ダフシ。不思議そうが好きなんだけどね。具体的に言えばね。ゼニガミはゼニガミのままがいい。いや、かわいいなぁ。2回進化したらなんだ。はぁ、しっかりね。見た目が変わり繰り出す技も変化する。ダイマックスの中でもひときわ巨大な、特別な巨大マックス。マスター城秘伝のあれ。飲めば巨大に大数。飲めば巨大。ってこと誰でもダイマックスできるわけ？まさか。修行はキノコ狩り。マリオかな。大キノコは赤くて渦巻き模様。暗くてジメジメした場所に植えとるよん。生えとるよんか。じゃあそんな感じで修行開始。よろぴくにん。師匠。ふざけたふりだよね。ゼニガミちゃんは私が愛を込めて育てるからね。負けないくらい強くなろうね。ゼニガ？おかみさん、新たな技を教えたいなら、拙者にお任せあれ。ほう。あら、いいわね。鎧鉱石をあげたら、あの子技を教えてくれるから。あんたも試してごらん。鎧鉱石、このために使うんだ。そう、今回ね、鎧鉱石っていうのめちゃくちゃ使うんで、いや、やめておきます。まだね、ちょっとまだ、早いかな。ちなみに、新曲か。そうだね、育てたい気持ちはあるんだけど、ちょっと待っとこうかな。ちなみに、クラルちゃんは？負けねえから。まあ、そうだね。まあまあまあ、ということで、今回ここまでにしましょうか。まあそうですね、次回はこの続きからやっていこうかなと思います。一応イベントは挟む感じだね。エルダチン、ごめん。どうしたの？チームだけ鎧島来たばっかじゃんね。
どういう場所に大記録がありそうかを見当もつかないだろうし、道案内しちゃうよ。へえ、いいの師匠。あら、終わろうと思ったけど、まあいいか。テク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 。普段はこの支柱の森に大キノコいっぱいあるんだけど、やってきて食べ尽くしちゃってね。ああ、そういうことね。森の向こうの洞窟は奈良市の洞窟なら、まだ大キノコ残ってるかも。はあ。気をつけて行くんだよ。よろしくね。了解。キノコ狩りね。はい、ということで、次回こちらの森を進めていく感じかな。まあね、結構そのマップ的なところで言うと、それなりに広いのよ。海も広いしね。なんで、まあちょっと次が楽しみだけど、ここ通っていく感じかな、ここをね。ということで、次回はこの続きからやっていきたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。